いつもご視聴ありがとうございます。本日はね、これですね。ストームフロントヒップパック10リッターっていうやつですね。これを9年前に買ってずっと使ってたんですけど、なかなかね、防水性が良くてね、使い勝手のいいヒップパックとしてね、結構釣りにいろいろ携行品をね、入れて持っていつもいたんですけどもね。まあ、なかなかもう9年も使ってくるとね、こう、剥離してきちゃってね、こういうところね、あちこちね。これでもね、全然防水性は保たれてるんですよ、これでも。まあ、使おうと思えばね、まだまだいけるかなと思うんだけど、もう潮時ですよね。もうこう、剥がれてきちゃってね、こんな状態ですね。まあ、これがね、買ったのが9年前。9年前っていうか、使い始めたのも9年前ですけどね。もういよいよ潮時というわけでね、新しいのが届いたんですよ。これがね、今名前が変わってストームフロントじゃなくてストームサージヒップパック10リッターですね。はい、ではね、ちょっと古いのと新しいのをね、見比べてみようと思います。じゃあ見比べていきましょうか。もうひどいけどね、これは前、9年前にね、買った時はね、3万6000円とかそのぐらいだったと思うんですけどね、値段が今これ2万8600円だったんで、価格が下がりましたね、まずね。で、ここら辺もちょっと細部が変わりましたね。ここは前これで、カバンの形がね、横長だったのが今度はちょっと縦長ですね。で、取っ手の代わりについたのがこれですね。こういうものがつきましたね。首からかけれるね、ようになってますね。まあ確かにこっちの方がいいですね。はい、で、前回はね、この防水ファスナーが、まあ今でもね、全然これも防水になるんですよ。チャックを閉めるとね、今でも空気抜けませんから、防水機能はね、それなりに保たれてますね。9年経っても。9年経って外観がボロボロでもね。まあさすがにね、でもね、これは、これだとちょっと使う気にならないんでね。本日ね、今回ね、購入を決めたんですけどね。で、これもちゃんとね、ファスナー閉めて、こうグッと押してもですね、空気が抜けません。今でもだから、防水機能はね、保たれてますね。こんだけボロボロだけどね。さすがこういうところがね、パタゴニアだっていうところはね、ありますよね、やっぱり。パタゴニアね。で、今回のね、新しい方。これ、なんと、防水ファスナーがね、ドイツ製ですね。メーカーがね、こういうメーカーです。なんて読むのかわかんないですね。お、カバンの中あれですね。中の小分けが一つになりましたね、これ。一つになっちゃいましたね。お、中になんか入ってますね。お、これはファスナー用のシリコングリス。シリコングリスですね、これね。おお、さすが。これね、硬いんですよ、ね。ファスナー、ファスナーっていうか、要はジッパーの閉まるときに硬いんで、ここに多分塗るためにシリコングリスが添付されてますね。おお、ちょっと起点効いてますね。前回のはあれですね、これ、こうと、もうちょっと小分けが細かいんですよ。ね、これと、ちっちゃい開きが2つ、ね、ありますね。まあ、こっちの方があれですね。まあ、どっちにしてもね、これ、小分けが多くても少なくてもあんまり変わらないですよね。まあ、だからこういうのは省いたんでしょうね。
中のね、こういうものが。まあ、こっちはね、大きいのが一つ。で、カバンは縦な、横長からちょっと縦長ですね。で、あの生地の質感はちょっとね、重厚感がありますね。分厚くなった感じですね。こっちちょっと薄いっすもんね。まあ薄くても丈夫かったんだけどね、こっち。まあ、同一製のね、防水ファスナーがどんなもんかはちょっとわかんないですけどね。前の YKK の防水ファスナーなかなか秀逸だったんでね。まあ、今回のもね、まあ当然新品だからこうやって押さえても全然空気抜けないですけどね。こう押さえても全然空気の抜ける様子はない。まあ、まあ、パタゴニアだからね。大丈夫だとは思いますけどね、当然。まあ今回ね、これが何年ぐらい持つのかなっていうのはちょっと興味がありますけどね。まあ私のね、チャンネルを登録してくれてる人の中にもうすでにこれを使ってるっていう人もいると思うんでね。まあそういう人はそんなことわかってるよっていう感じかもしれないですけどね。はい。ではね、どうもご視聴ありがとうございました。